さあどうだ、いや苦しい敗敗だぞ。そうですね。そして阿部と古川がご覧の状況、ダブナン統一だこれ。あれ打点ありますよ、この曲で逆転するかもしれませんね。そうですね、取らなくてもそうはさせるか。阿部貴則も悪くない、タンヤオケアラも悪くない、沢崎が一番悪い。はい、いやこれ厳しいですね。厳しい、うん、親番ね、功労だと。しかもみんな上がり欲しいですからね、この状況。だからこの曲のポイントはこのなんと白がどこ行くかだね。うーん、いやー沢崎粘れるか、数ピン純ちゃん三色まで。でもちゃんと決めれば仕掛けていけるんで、はい、なるほど。でも 1個までですよね。アラさんは1回泣いたらもう流せない、ね、もうアラは曲が消化すればいいので、沢崎の親を上がらなくとも流せばいいので、うん、完全に絞ってきますよね。連チャンだけ勘弁ですからね、はい、うわー来た、ちゃんとですけどね、もうチーテンぐらいのつもりで中、あー観察しておりた、この苦しいところが先入れるとね、うん、力強い。ただ阿部も単夜お系で一応に刺し見たか、関連ピンは動くか、動けない、ここを動いたら、うん、アラのきつい絞りが待っている。 GP 引き入れた、すごいぞ。でもこれ3色にするためにはドラの両面ターツ、あードラいった、おお、阿部が今見渡しましたね、うん、なんか出てきたなと、うん、いいとこ入れましたね、アラさん、ツムは効いてますね、効いてますね。いやさあさあ9番があと1枚しかない、でもこのパーマンの出を見ると6球満は払いづらいな。でも純ちゃん3色狙うならね、はい、6球は払っていけますよね。確かに、いやーなかなか難しいところ、いやーといつが多くなってきた、あんまり純ちゃんぱい、あポンした、来たか、動いたか、ウーピンからだ、動いたか、これが古川流。しかも何泊よ全部生きてるね、なんとなんと。ただこれ上がれば確かにね、あでもまだ3着か、2000点上がれば2着になりますね。そうですね、ダブナンの方で上がれたら、でも直撃っていうのもありますからね。ありますあります、うん、そしてオーラスのデッドヒットになる、入んないか、いやー沢崎風前の灯火か、古川がイーシャンテン、この親持たないかもしれない、この親が、ま、持たなかったら沢崎はもう相当厳しい。そうですね、はい、あいつもでも届くかどうか。そうです ね、 オーラスね、本当にどのような決着を見るか。強いシャンテンには取れますが、ウーピン、厳しい。これまた古川ドラ切ってきてますからね、もうスピード感に溢れてる手配、うん、そうですよね、はい、あとねやっぱ沢崎さん惜しいリアンピンが来た、イシャンテン、あイシャンテンだ、いやこれ打点 なかったら勝負しちゃう手あると思うんですよね、阿部は、うんうんうん、満貫って言われるの嫌ですけど、まあ、1000点ならどうせまだ上がり勝負ですもんね、オーラスが。だから逆に古川さんに打つ分には、はい、自分が脳天でテンパに取られているようなもんだから、うん、気にしなくていい。今ちょっと今ローピンで止まりましたよ、ローピン泣こうとしましたね、うん、おそらく。でもこれじゃ3ピン2ピン1枚ずつ切れてるシャンポンでは勝負にならないと、うん、やっぱり数ピン入れたいですよね、はい、おテン、あイーシャンテン かかなり広いです ね、 そうですね。いやーサイさん厳しい厳しい、はっきり厳しい。ちゅうか何泊どこ行ったんですか、山の深くに入ってますねこれは。引けない、神様はなかなか決着をつけさせてくれない、二人の勝負は長引いているぞ。アラは役割のテンパになりそうですからね、うんうん、多分アラさんは親にさえ振らなければいいですからね。そうですね、きた たこれは2600だ、上がれば1回逆転。サブローマン、サブローマン、いやー来た、リーチあるかな、リーチあるかな、いや闇点リードのまま行く、現物ですね、仕掛けてる古川の現物、うん、E 数ピン、 E ピンが1枚切れてて数ピンが2枚切れています。 E ピンはあと1枚しかない。サブローワンはサブローワンは場にはゼロだ、うーん、場ゼロ、1、2、3、
五山強い。これ26直は結構痛いな。あ、あでもここは3はジャントにしましたね。天敗ですね。はい、イスソイーソリーペーコ直前でイーソを切られた。リーチあるかな。いやでも沢崎の追っかけは 100% 来るぞ。勝負に出た、勝負に出た。これはもう沢崎の押し返しは 100% と言っていい場面ですが、あらイースーソーでリーチに行く。ローマン入って選択はどこのタッチ切られるか。もう手役とか言ってる場合じゃないですからね。関連層払ったらアウト。なるほど、関連層払ったらアウトです。ペン3ワンの払いましたね。ペン3ワン払った。これは一旦セーフ。さあ古川どうするかな。阿部もどうするの。そう、阿部さんだってみんな転敗してるのよ。そうよ、引けないよ。阿部さんはやめるんじゃないか。阿部やめますか。うん、多分くわーっどうなるのよ。ただ古川さんが押し切るとね。はい、そっか。サブロは五山ですからね、何しろ。いや苦しいね。あ、いった。1、2、3、4、5。ん、何引いた。イース、あ、すみません、イースーソーも3枚ある。サブローマンは5枚。5、このローソーは 4枚。 1、2、3、4。 あ、確かに4枚。あ、4枚。うん、1、2、3、4、5。あ、3枚か、サブローマンは。あ、減ってましたか、失礼しました。イースーピンは、イースピンが 1、2、3。ステハイ3です。手が2、3山。うん、いやー佐々木さん苦しい。いやーこれでも折りはないですからね、この手で。うん、佐々木さんまあね。あーでも、あー受けた。回りましたね。まあこう心境として、はい、なんか局面に影響与えた。あー、この早々厳しい。これが荒の上がりです。古川さんにはまあ通りそう。中筋どうでしょう。想像の下は何も取ってない。想像は急速ローソーパーソーだけだから出てるのね。見物待ちの後押しもないので、はい、降りるんであればもちろんローソーがありますので降りることはできます、うんうん、ただここで天敗脳天に持ち込まれると古川に一回逆転を許すが、うん、ここは一旦受ける、受け入れましょう、うん、逆転一回を受け入れましょうと、うん、3万だ、うん、古川の上がり2600。ダブナン2600の上がりとなりました。さあこの差を持ってオーラスに突入となります。沢崎バイツも届く。どうですか、バイツも届くかな。届きますね、バイツも届く。あ、バイツも届く、はい、バイツも届く、うん、古川が親なので、はい、親かぶりですね。で阿部とは500点変わるので大丈夫。阿部さんとは2200差か。阿部さん、古川さんは2200ってことは古川脳天やりづらいですね。そうですね、はい、まあ、さっきみたいな本当にケースはありますが、